お世話になっております。かずみです。お隣の国のおかしな人たちが、またなんか言ってきたので、お伝えしますね。例のあれで、ドライブスルーなる検査方法で、検査しまくった診断キット。これが、世界の国々で、輸入の問い合わせが来ているそうです。お隣の国のメディアによると、たけしコロへの感染の有無を確認する、お隣の国の診断キットに対する、輸入の問い合わせが世界各国から相次ぐ中、同診断キットの名称を、独特にしてほしいとする、請願に賛同した国民が20万人を超えた。青瓦台大統領府ホームページの国民請願掲示板に25日に掲載された、この請願には27日午後3時30分時点で205203人が賛同し、請願者は、K国がたけしコロを克服したことを世界各国では模範事例として認識しており、最近では、米国のトランプ大統領も我が国に協力を要請したとし、診断キットがドクトという名称で輸出されれば、ステータスを大きく高めることができると主張した。同請願は30日以内に20万人以上が賛同するという条件を満たしたため、青瓦台の主席秘書官や関係閣僚が正式に回答することになる、と伝えています。この報道に参議院議員の元自衛官、ひげの隊長こと、佐藤正久議員がコメント。こういう発想を卑しいと思えないのか、K国製診断キットの名称を、独特に、20万人超が請願に賛同、新型ウイルス対応で、G7 や G20 で連帯を強めようとしている最中に、政治利用とするこの発想。卑しいと思えないのか？情けない。と、ツイート。本当に、これですよね。全く自己都合で、よくこんなことを請願できますよね。しかも、20万人の署名が集まるとか。まあ、ちゃんと、お隣さんが、どんな人たちか分かっていれば、しっかり、抗議と反発をしなくてはいけないですよね。かずみは、このニュースを見て、大爆笑でした。期待通りの、洗脳通り。請願書に、請願者。国全体でコントしているのでは？と、思うほどの国ぐるみのドタバタ劇は分かりやすいお笑いにしか見えません。皆さんはどう思いますか？それではネットの反応を紹介します。安倍さん絶対ダメだよ。こんなんことさせちゃ。その時その時でコロコロ変わる。映画パラサイトの監督と毒と歌の替え歌のことでK国の大統領はニヤニヤ笑っていたの知ってますか？日本をコケにしておいて困ったらすり寄る。たけしコロが収束したら疲弊した国を立て直すために日本に食らいついてくる。卑しすぎる。竹島が1752年に日本の領土だった証拠が出てきた。K国は嘘をでっち上げるためにエビや検査キットに毒島と名付けるなんて。自国の島と印象をつけるのに必死なのが見え見え。しかし、270年前の事実にはかなわないのだ。K国は証拠をしっかり出して国際裁判でちゃんと決着をつけてから名前を使えば？検査キットに毒とと命名の動き、頭がおかしい。米国は全く信用していないのか、スイス製を使用しているよ。それに、日本の15分で検査できるキットは驚異的だし、引き合いがあっても実際に売れるのか？怪しいところだな。毒島っていう、K国最大の強襲揚陸艦があるよね。後部機関砲を自動にすれば、次艦の交換板を撃ち抜いちゃったりして、4機のボイラーのうち2機が、陸上で修理中に航海に出て、1機は浸水、もう1機は火災で漂流し曳航される最強の船。現在では、観艦式などの行事にのみ参加するレジェンド。浮かぶ広報室を、K国自慢の診断キットの名称にするとは、またいわくつきの商品で、揉め事を起こすんじゃない？フラグだよ、フラグ。最後までのご視聴、ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？もし、面白い。また、見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援、コメントもぜひ、お待ちしてます。また、一生懸命作成しておりますが、至らぬ点があるときはコメントなどで教えていただけると嬉しいです。チャンネルをより良いコンテンツに、視聴者様と一緒に番組を盛り上げ、作り上げていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。